カジュアルコーデ見たいですって。あ、このコードのピンク狙ってます。イエーイ、かわいいですよ。ちょっと段ボール切っていきますよいしょ、うん、ドラマでマイカ様が来てたやつ言ってない。そうなんだ、すごい。え、マイカ様って山本かな。うん、そうちゃうかな。大好きやで。あ、そうなん。ほんまにめっちゃ好きなんですね、山本マイカ。よし、じゃあコートの紹介に行きましょうかね。はい、はい、うん、行きます。はい、シャギーチェックコートです。品番が K-1207、はい、K-1207 でございます。はい、色がアリちゃん着ているのがピンクです。はい、はい、デハラちゃん着ているのがオフホワイトです。はい、はい、かわいい。全部で2色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃーん、6990円。イエーイ。はい、でそしてこちら本日18時販売開始で12月28日の水曜日朝11時59分まで送料無料となっております。じゃんじゃんお願いします。はい、はい、このコードの一番の可愛さはもうなんせこのブロックチェック柄と色味ですね。はい、で素材的には結構ね毛足の長いシャギー素材になっております。なのでね見た目もめっちゃあったかそうなんですけど結構厚手なのでかなりぬくいです。でもサイズ感は結構若干オーバーサイズ気味なので今私が着てるみたいな結構ボリュームのあるニットをインナーとか中に着ていただいても全然すっぽりストレスなく着れてしまうくらいのサイズ感になっているので中に結構着込むこともできるし、そもそもコートもちゃんと厚みがしっかりあるのであったかいコートになっています。丈は162センチの私で膝下くらいなので本当に一番使いやすいベーシックなロングコートの丈感かなと思います。なんかミニボトムにとかにしてタイツとかでも可愛いですし、なんかね本当にコートが結構主役級に可愛いので中のコーデはシンプルにしてもいいかなと思いますし、結構お外でのね行事っていうかな、なんて言ったらいいの、イルミネーション見に行くとか、うん、そういう時の写真とかですごい映えるかなと思うので、確かに確かに、うん、そういったね、冬のお出かけシーンでかなり大活躍するかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ゆるい年末のね、年末レイブゆるさになっております。はい、後ろも見たいです。はい、じゃーん。よいしょ。はい、後ろも見たいです。じゃじゃーん。もうほんまに主役ですね。そう、本当に、うん、もうコートを主役にするでいいコーデかなと思います、うん、はい、骨下にはどうだろう、あ、でも骨下さんとか今あれちゃんちょっとねさっきね、うん、若干違和感があったので、うんうん、こういう感じで直なんだろう V、うんうん、作ってあげると結構スッキリと見えるんじゃないかなって思います、うんうん、はい、まあ締めてもなんかこう、うん、いいけどね、締めても可愛いけどね、そうですね、うんうん、こんな感じで締めちゃって。軽さはどうですか。どうですか。私はね特に、あ、でもどっちめっちゃ軽いアウターに比べるとやっぱり生地の厚みがあるからまあやや少し重いのかな、うん、レタスのアウターだったらまだちょっとね重みある感じな気がするし、不快感とかはないですけど、うん、生地がねやっぱりしっかりしてる分やや重みあるのかなという感じはあります。なんかでもこっちより分かるんじゃない。あ、そうか、これはねこれだけがイメージしやすいんじゃないかな。そうだね、持ってる方も多い気がする。うんうん、これよりは確かに長さがねだいぶね
これよりかは軽いです、うんうん、かもしれないね、うんうん、まあ、確かにちょっと極音っぽい感じもありますね。そうか、うんうん、こういうこと、うん、ちょっとだけなんかスリムな感じではなくて、うん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 、ある程度身幅がしっかりある感じの、うんうんうん、まあ、あとパンク合わせとかできますかって。何合わせですか？パンク合わせ。パンク合わせができると思います。ちょっと着替えてまいります。パンクは高回ったらいいね。 あります。うん、あると思う。あ、ダメ。コート買いでも着こなせるか不安。おすすめのコーデ教えてください。まあ、でも結構ひまわりちゃんがしてくれてるコーディネートとかも結構テーパード合わせでヒールも合わせて大人目に着てるので、トーンとかも合わせているので割と大人っぽいコーディネートかなとは思います、うん、まあ、はやちゃんも今モノトーンだったりとか、丈が長めのもので合わせてるので大人目な感じの雰囲気に可愛らしさを足したようなコーディネートになってるかなって思います。うん、なんかカジュアルに着るってなったらね、パンパンとか合わせてもいいかなって思うし、うん、でパンク合わせとかも絶対可愛いと思いますけどね。うんうんうん、あ、じゃあ今のコーデでピンクね、OK です。今アリちゃんがねちょっと向こうに行ったので帰ってきたら来てみますね。はい、丈がモデル低身長さんでも十分着れそうですね。一応ね低身長さんどうだったかな。 あります。でもね分かんないか、あの、ね、何個目だか、2個目かな、結構下の方、2個目、あの録画画面みたいなのがトップ画になってて、あ、え、めっちゃ最新の、あ、これか、それだ、それです、それかな、これか、あ、ちゃう、間違えた。チアを別の選択で、こっちかな、左です、こっちか、あ、来た来た来た、152センチだね、うんうん、はい、後で色交換しますね。もう電信長さんもすごい、あの長くなることなく着られそうな感じですね。ふくらはぎよりもちょっと上そうな感じがしてます、152センチで、うんうん、うんうん、アームホール広めですか、うん、そうですね、めちゃめちゃ広いわけではないです、ドルマンとかと比べると。でもどちらかというと身幅がしっかりあるので結構ゆったりとしたニットとか中は着ていただきやすいんじゃないかなと思います。今花ちゃんが着てるようなピタッとニットじゃなくてももうちょっとゆとりのあるニットでも着ていただきやすいと思います、うん、はい、裏地もねこんな感じでついております。うん、2色です。2色展開でございます。やり、はい、ちゃんもちょっとモノトーンにしてください。あの2人また交換してますね。あ、本当だね。うんうん。キットカラーのニットとかと合わせとかも見たいな。キットカラーのニットあるかな。あ、キットカラーで。ちょっとやってみます。でもピンクは多分もうね、ピンク主役にしてもいい気がしますけどね。はい、パーク合わせたらこんな感じです。締めても可愛いかな。うん、なんかこれ締めるのも、ね、良さそうだよね。ね、やっぱ主役級なんてね。うん、ね、コートドーンみたいな感じ。コートドーンだ、ね。ドーン。交換しようか。そうですね。うん、うん。え、はやちゃん着てるワンピ、クリスマスライブの時に紹介してたやつですか？紹介してたやつの素材が違うやつです、ね。そうですね。うん、ピーチスキンじゃない。ない。うん。くるんとしてる感じの素材です。うん、ピンクです。ホワイトです。あれ、なんか意外とピンクの方が着やすかったりするかも。はやちゃんピンク超似合います。私こっちの方がいいんかを。まあ。わからん。ピンクでもいけてた気がする。結構いけてた気がするけどな。ミニマルさんは絶対ピンクだよ。そうですね。そうですね。うんうんうん、はい。結構あれだね、多分。
白に割と白に、うん、しっかり白の白に濃い色が入ってるから、多分インパクトが強いのかも、メリノンになってから、ね、コントラストが強いのかもしれない、ね、うん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 、ではなんせパーカー合わせもカジュアルダウンできてすごく良い感じで、うん、肌ピンクあり白が好き、おー、ありがとうございます。確かに欲しくなってきましたよ、似合ってるよ。あと、あ、パキットカラーはね、多分こっちの方がいい気もするけど、あ、そうですね、結構ね、ピンクがなんて言うんだろうな、可愛い、温かみある系ピンクなんで、うん、ピンクの方にパキットカラー持ってきちゃうと、ちょっとね、ちょっとね、差がね、色差が難しいかも。そうだね、うん、ありがとう、白マニア、ありがとうございます、嬉しい。暖かい、あ、めちゃくちゃ暖かいです、本当に。あの、うん、でも真冬は薄着するんだったらもう一個ね、インナーダウンあった方が多分暖かいです。うん、なんか結構厚で着てたらなんかすごい全然いけそうな感じはあります。めちゃくちゃ暖かいです。155cm 以下の低身長には柄が大きすぎますかっていただきますが、先ほどね、低身長動画流させていただきました。なのでそちら確認してもらったらなと思うんですが、全然なんか問題なさそうに着ておりましたよ、スタッフはね。ピンクはバレンタインに着てほしい感じ、確かにバレンタインの時にね、デートとかで着てほしい色ですね。めっちゃ可愛い。あなたちゃん着ているリブの服の品番教えてほしいって。あ、OK です。機械の時でもいいのでーって。 C の2717 でございます、うん、大ヒット商品でございますね、はい、お二人とも可愛いからどっちの色も似合ってるよ、ありがとうございます、嬉しいです。白が今じわじわ欲しくなってきている着ると欲しくなる、ね、あるある。おお、なんだっけ、すいません、取れてしまった。オッケー。え、かわいい。あのピンクはパキッとができなくて、一応ちょっとカジュアルというか、デニム合わせようかなと思って、デニム合わせてみたんで、最後あれちゃん、それに一応パキッとしてみる？あ、これだったらパキッといけそう。あ、そうですね。なんだ。パキッとカラーがね、あんまりね、なくて。そう。申し訳ないんだけど。こういうこと？ね、そういうことやけど、これちょっと入るかな。そうだね、袖、ね、が、うん、それがちょっと怖すぎる、ね、うん、ちょっと一回なんかちょっとパキットじゃないけど、うん、とりあえずあるもので、カラーもので見せてもらいましょうか。うん、アリちゃん恐るしましょうって、しましょうしましょう。ブラックチェックの方はインナーにビビッドなブルーとかも合いそう。確かに、なんかカラーコーデが得意な方とか、カラーコーデ好きな方とかはいいかもですね。そこ、もうピンクはね優しめカラーでも大丈夫です。なんかすみません、とんでもないです。もうね、あの年末年始でね、あのお洋服ちゃんたちも、あ、いい、かわいい、かわいい。てか、それやったらなんかこっちも意外といけそうな。あ、そうなんです。それ緑入ってるから緑入ってね、いけそうな気がする。緑羽織ってみたらいいか、私が。あ、確かに確かに。うん、おー、かわいい。柄コート持ってないんだけど、中に合わせるものはやっぱり無地かな。そうですね。はい、で、中にうん、グリーン着てきました。こんな感じです。いいじゃん、グリーンあるね、ね、うん、青がね、あったらよかったけど、でも多分商品ページで青着てたんちゃうかな、可愛いと思います、めっちゃ、はい、グリーン着たらこんな感じです、うん、はい、後ろこんな感じです、うん、
中グリーンはピンクも合うと思うんですよね。うん、合うと思う。あの、あ、じゃあ着てみよう。そうですね、着てみようかな。このピンク、茶色も可愛いかも。わかる、うん、今更やけど履いてないのはね、うん、可愛い。いける説ですよね、うん。でグリーン着るとこんな感じです。かわいい、かわいい。ちょっとね、このピンクの方はチェックの部分にグリーンと茶色が入ってるので、グリーンと茶色側のトップスは合うかなと思います。はい、はい、コート着足は長めですか。はい、着足は長めのシャギーとなっております。はい、はい、中ロゴスウェットとかぐらいなら柄入ってても大丈夫そうですか。ハヤコラボスウェットとか、ああ、よさそうね、うん、あのぐらいのロゴ感やったら全然いけそう。うん、よさそう。うん、大人っぽく着れると思います、うん、はい、着れると思います。ネイビーとか入れていただいても良さそうですよ。うん、うん、よさそう、よさそう。どう、なんやかんやで42分になってしまった。青青青はい、次行こうか。はい、はい、お、私からやな。はい、うん、よし。わー、ピンクかわいいなあ。うわ、マジか、どうしようや。みんな悩んでいるよ。確かにかわいいですね。私はちょっと着て白押しになってしまったよ。スカートの紹介は何点目ですか。スカート、スカートは、うん、合わせで一応持ってきてるんですけど、はい、多分5日のやつかな。はい、うん、あの合わせていきますね。紹介はちょっとがっつりは今日ないんですけど、はい、はい、じゃあなくさりはどこなんですか。え、何これ、やっぱ中々聞かれますね、アクセサリー私、うん、あ、これボヤージュっていうところなんていうのね。ボヤージュなんです。安定のボヤージュでございます。今日のライブコードが最後の紹介ですか。いや、違います。今日コードコートは今2番目に紹介していて、て次からあと何個3つくらいあるんですけど、うん、トップスたくさん紹介していきます。アイザのミニスカ、カミスのやつだね。そうでございます。スカパンですね。ゴールドボタンのスカパンです。これはね、トミーヒンバーになります。コートの横の切り替えがみたいです。こんな感じです。もう何回言ってるんだろう、思い始めた。確かに、はい、切り替えこんな感じでございます。はい、ボタン止めた感じもう一度見せてもらえますか。止まりました。ボタン止めた感じがめっちゃ可愛い。ボタンがね、ボタン可愛いよね。そう、大きくて可愛い。襟がこうちょっとだけラウンドっぽい襟で、ボタンのが結構でかくて存在感があるので、締めてもすごい可愛いです。こんな感じでございます。欲しい、ありがとうございます。めっちゃおすすめです。本当に毛足長めのシャギーなんですけど、見た目通りあの厚みもしっかりあってあったかいコートになります。誕生日歌ってほしいです。リエラブです、よろしくお願いします。はい、前回の方ですかね、リエラブさんは。うん、まあ、なんせ、はい、今日は確実に歌わせていただきます、歌わせていただきますのでお楽しみにしてください。かわいい、アリちゃんありがとうございます。はい、あのこちらね、本当にめちゃくちゃおすすめでございます。アイさんかな、あ、アイコさん、はい、またありがとうございました。ようこそ。調整してピンクにするか安定の白にするか、そこですよね。ピンクでもほんまにこれ、それこそ初詣とか、うん、なんかね、これから結構外に出る予定多分多いと思うんで、冬のめっちゃ可愛いと思いますけど、写真映えはすごいかなと思います。うん、アリちゃん中のコーデもう一回見せてほしいです。かしこまりました。よいしょ、
り分厚いトップス着てコート着たらきついかなっていただいてますが、こちら結構あのオーバーサイズ気味でゆとりがある作りになっているので、最初のコーデで私が結構分厚めのボリュームのあるニット着てたんですけど、全然あの問題なく腕通りましたので、あのちょっと程よい厚みボリューム感のあるニットは全然大丈夫かなと思います。トレーナーとかもね、かなり厚手じゃなかったら、オーバーサイズすぎないトレーナーとかだったら全然着てもらえるかなと思います。ピンク欲しいと思う、間違いなく。でも私の前からカラーもののコートしかない。でもカラーもののコートいいと思います。私も結構カラーもの多いです。はるさん、明日はライブありますかっていただいてますか。明日はライブございません。本日が最後に、年内最後になりますね。かわいい、かわいい、うまっ、かわいい、レイヤード、うまい、レイヤード、かわいい。では、アリちゃんにも持ってきてもらおうかなと思います。はい、あ、それはアリちゃん。